文化宝藏。 配信していますゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュ今日のお客様は半藤勝敏さんですよろしくお願い致いしますよろしお願いしますご紹介いたします、はい、1930年東京で生まれになりました東京大学文学部卒業後文藝春秋に入社されて、はい、週刊文春や文藝春秋の編集長そして専務取締役などを経て作家におなりになりました最初は編集長とか、えー、そっちのお仕事なさって会社それからはい、うん 近現代史特に昭和史のノンフィクションは数多く発表されておりまして93年に漱石先生ぞなもしで、うんえー、新田次郎文学賞、はい、そして98年にモンハンの夏で山本七平賞、はい、2006年に昭和史で毎日出版文化賞特別賞を受賞されております、はい、改めてご紹介します自称「歴史探偵」でいらっしゃいます作家の半藤勝利さんです <laughs> よろしくお願いしますどう このノモンハンの夏っていうのは、ン、はい、ハンっていうのは、てっきりあの、もっと南の方だと思ったら、これ中国っていうか、<laughs> モンゴルの。もう北の方ですよね。ねええ、ハルピンの北東と申しますか。ええ、ね。ええ、この戦いのことを。 そうですね。いらっしゃるわけですね。ここでは日本軍が。まあ、あの、三反対の敗北というとですね、怒る人がいるんですよ。最近のデータが出ましてね、中国軍のほうが死傷者の数が多いあち違う、失礼、ソ連軍の方が死傷者の数が多いと、で、日本の軍の方が少ないから、勝ったんだっていう人がいるんですよね、近頃。で、時々怒られるんですがね、お前、戦争っていうのは死傷者の数じゃないんだよと。戦争は ど,ど目的をどっちが遂げたかというのが大事なんであって、うん、例えばノモンハンを越えてきたかノンン、ノモンハンはあれ国境線を国境線を国境線をあの,あの,あの決める戦争だったわけです。結果的にはそれ、うん、側の言う通りのきょ国境線になったんですよ。はい、ですから日本軍の日本側のこの言い方は通らなかったわけですね。うん、ということは<れ>要するに日本が この戦争目的を達しなかったんだから、うん、だから日本の方の敗北なんだと、こういうふうに見るべきなんだと言うんですがね、怒られるんですね怒られる。<laughs> でも死者もね、日本軍の38%が、そうです。この戦いで、亡くなってるわけですよね。えー、実はあの、こんなになくならなくてもいいような戦いだったんですよね。うんうん、ただ単なる国境はどこかっていうだけの争いで争いですからね。うん もっと政治的にね、決めるべきことなんですね、本体はね。ところがなんか、日本軍の関東軍って言うんですが、ちょっと、当時、関東軍はずいぶん独自に暴走しただから満州でぼーっとしてたわけですから、中国の方では大戦争してるわけですから、中国の方ではみんな、勝ったり負けたあ負けたことないんですね、勝って、勝って、勝ってでみんな。 ががどどんん上ってるわけです関東軍は何もしないでぼーっとしてましたからやっぱりやりたくてしょうがなかったんじゃないでしょうか今発売されてる「文藝春秋」でも陸軍の何がいけなかったのかっていうのをお書きになってますけど本来戦後に話しとくべきことだったんじゃないのかなっていうのがここ最近あそこがよくなかったねってやっと反省するような感じを受けるんですけどもいやもちろん反省もするんだけど逆に正しかったと。 いいうようよな意味合いのことをおっしゃる方も、うん、たくさんい,、ね、いやこの頃はそっちの方が多くなりまして、ねうん、多くなっていらっしゃって、えーねえー、一つ正直に、まま、現実はね現場はどうだったのか、うん、そのようなお話を今日は伺いたいと思うんですけども、ねはい、ええー、やっぱし第二次世界大戦、うん、日本は最後もうとことん追いまくられていくわけだけどそれが。 そのマレーシアとか、そういうた戦いが、レーテとか、そういうところの戦いが、日本の大本営の中央の話と現場はずいぶんずれてるっていう、全くずれてたでしょうねこの本、はい、を読まさせていただいたんですけど、これ、なんでこの中央の発表と、はい、地方のレーテとかいうところの島の状況とずれちゃったんですかね、あれは。行ったことのない参謀はですね。はい ジャングルがどのぐらいすごいものか、はい、そこで歩兵がどんなにああの歩いてあの、急いで歩いていっても、はい、何メートルぐらい進めるのか、1時間にですね、はい、という計算も全くないわけですね。つまりできないわけですよ、見たことないんですから、はい、本の中では、うん、あの包帯とか、いろんなの持ってくんだけど、はいはい、軍医さんがそのマラリアに、あのー、対する。 薬を忘れちゃって <laughs> 現場に持っていうのはちょっとそうなんですが、落としたとか、ええ、あの、それ解剖した時にですね、はい、自分だけ助かったけども、はい、薬箱は全部落としちゃったとかですね、もういろんなことが、まあ、現起きちゃきたわけですね。ですから、現場ではもう、マラリアと、飢餓と。 食料がないので、上ですね、それとでもう三たんたろじ草じゃないですか、それを中央の方では、そういう状況を知りませんから、1時間に大体3.5キロ歩けんだと、というような計算を勝手にしまして、行攻撃は12日と決めればですね、大体距離は何メートルだから、何日に出撃していって、12日にそこをしろとなるわけですね。ところが、いけないんですよ、現場では。ジャングルの中を。 そんな簡単には。そんな簡単には。どこでもそういうことが起きるわけですね。ああ。それは中国はあんまり知らなかったいや、報告は来るんですけども、まず握りつぶすんでしょうね。だかレイティに関しては、陛下もちゃんとした情報を持ちじゃなくて。もちろん、陛下には行ってないでしょうね。あれはまた、レイティ戦というのは、その前に台湾沖航空戦というのがありまして、その時に日本軍がガン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 敵の機動部隊を潰したと、という、 情報がどんどん入ってきまして、で、勝った、勝った、勝ったで、私、その時、子供ですけども、提灯行列した覚えありますよ。勝ったんで。勝ったんで。勝った、勝った。それで、ところが、全然勝ってないんですよ。勝ってないとこじゃないて全部、全部、アメリカの航空母会無事なんですよ。全部無事なのに、勝った、勝ったと言うんで、それじゃあ、決戦は、レイテでやろうと、勝手に大本屋決めたわけですね。 でレイテでやるって言うんで、それでルソン島でやるつもりのけ決戦部隊を全部レイテ動かせてるんです最初、ね、はいはい、ルソン島にいたんですよね。で、すレイテ島にはもうほとんど放棄してたんですよね、はい、ところがレイテ決戦だと借りたいもんですから、はい、どん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 兵隊を送る、とか途中でみんなどん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 やられるわけです、はい、ですから送った兵隊さんの、まあ、半分とは言いませんけれども、うん、3分の2ぐらいしか届かなくて。うん しかもその上に武器とか弾薬を全部落としたりしてですね、ひどい戦になっちゃったんですね。大岡翔平さんでしたっけ？あらやれ伊藤先生ですね。あの方なんかは当時戦争に参加したり三十五歳九歳でしたっけ？三十五歳ぐらいで、あの支援部隊で行くわけですよ現場に。現場に来た現場に来たその人たち見て三十五歳で結構年寄りなんですよね。こんな奴が来ても現場では。 使い物ならない。というふうに思われたらしいですよ。でもね、決戦、決戦ですからね、だから決戦できないはずないんですね。だって敵の航空母艦全部生きてるんですから。はい。だからもう制空権はもうこうですから、だから上からもう絶対に絶にとにかく制空権取らないと、陸上部隊はいくら取ったって、取ったことにならない。ならないですね。ねえ。だからそこに取ったって言っても、上からバラバラやられたら、 うもうおしまいなわけだからしかもあの真珠湾攻撃のものすごい攻撃があったじゃないか、はい、これもなんか軍部の中では全部がこの情報が行き渡ってなかったねその <laughs> マレーオのほうで戦ってる人たちは真珠湾攻撃のことをうすうすしか知らなかったあれあの私す,すごく気になってるんですけど、はい、山本五十六大将は真珠湾攻撃は成功すると思ってたんですか抵抗し 五ブゴブだと思いますね。ゴブゴブで、もし成功しないであそこで負けたら、早く日本は降参しろと。うん、あの、こんなにね、あの、国土が徹底的に破壊されちゃう、うん、ような状況に置かないで、うん、早く日本は、あの、条件的に降,降参しろと。うん、というぐらいの思いじゃないですか。や,やるならやってみろってそ,その代わり、徹底的にやると、うんそ。それで、チャンスを見て、 にするとだから長期戦はもう、日本の国力から言って、もう全然不可能なんだから、もう全部短期で、だからもうあってまで終えて、それで向こうの条件、ある程度飲んでですね、こう終わりしようと、というためのハワイ作戦だった。ところが、そんなこと、大本さんは誰にも言ってませんから、周りが全然そんなこと知りませんから。 ハワイで勝ったら、勝った、勝った、勝ったになっちゃったから、また勝ったになっちゃったから、だから、今はなんて全然誰も考えませんよねその時に、やっぱりタイの方では、そのマレーをですね、やっぱし攻めていくわけですよ、日本軍が。それで、対するのは向こうは英軍なわけですよ、英国軍。で、勝つんですよ、日本軍は。勝つんですけど、蓋開けてみたら、向こうは10万で、こっちは3万だったんです、兵士は。そうですよ。 で、うん、その情報が日本語になかったから、向こうに10万いるって知らないで攻めてっちゃっうそれで、勝ってみて、向こうは10万いたと。そうです。朝枝参謀長官という人はこの本の中で語ってるんですけど、知らないで、知ってたら行きませんよね、10万。まあ、幸いなことに、はい、えぇ、ー、イギリス軍は日本は海から来ると思ってたから、大、はい、砲向こう向けてた海の方へ。はいはい、後ろから来たもんですから、あの、 <laughs> そういう意味では、シンガポール攻略戦というのは、ええー、と思うぐらいにうまくいっちゃったんですね<ー>でも、現場では、あのそのま、元もとも浅枝さんによるとですね、現場では自分たちは陸軍でどんどん攻めていくと、攻める時間が、なんか、とっても何か55日間ぐらいかかって、ね、で、攻めたときに、とにかく攻めて、3何日です、ね。それでジベター を取ると地べたをあの陸軍の方がここまで取ると取った後に制空権で戦闘部隊はやぶさが来るわけですよ、うん、ではやぶさがザーッと攻めてくるんだけどその時に着陸する空港を、うん、地べたを抑えてなかったんですよまだまだできてなでできてなかった <laughs> だから飛んできたはやぶさが、うん、降りるところがない、うん、で尾っぽくって早く降ろしてくれってはやぶさが合図するんですよ下の陸軍に、うん、でも陸軍は まだ、そのなんていうの、航空を、そのなんか、飛行場を、取るのに精いっぱいでしたから、ね、取るのに精いっぱいで、抑えてないもんだから、うん、そこ、ここの海岸に、早草が胴体着陸していくんですよ、うん、現場で、うん、そんなのを目の当たりに見て、でも僕たちから言わせると、そういうなんかこう、理にかななってない作戦 <laughs> でそれでうまくいったもんですから、はい、日本はやっぱり精神力で勝てると。 はい、というになるんですねこの精,神精神力で勝てるというこのあ<ー>うん話がまあ明治以来ずっとあるんですが、うん、日,本日本軍は少しぐらいあの兵力が少なくても武器が劣っていても、はいえー、精神力で勝てるという、うん、妙な。 信仰が侵攻点でしょうね、侵攻って言っちゃ怒られますけども、だからいません、勝つまではみたいな言葉がです,で,すですから、少々ぐらい作戦、注文の,の方ですね、はい、東京で、無理な作戦を組んでおいても、はい、現場では精神力で勝てると、うん、<laughs> ところが精神力じゃないんですよね。うんうえー、もう そもそもその、まあ、文系春秋にいらしてであのね奥様が夏目漱石のお孫さんでいらっしゃって漱石先生の本とかお書きになってらっしゃったり永<ぁ>井花夫先生の本もね<ぁ>お書きになってらっしゃっては<ぁ>でそういう先生がよんで, <laughs> なんでそのノンフィクションの昭和史を書こうってお思いになったんですか 単純なことなんで、あの、私があの、文芸春秋という会社に入りまして。で、大竹さんなら、ご存知か、あの、伊藤正則さんという、あの、新聞記者なんですけど。これは、あの、連合艦隊の最後という本をですね、昭和三十年ぐらいに出してんですよ。モラさんとか、よく知ってるそれから、大解剖を思うとかですね。その、伊藤さんの、あの、本の担当になりまして。なるほど。あ、それで、その、伊藤さんの、か、まあ、代わりっておかしいですが、あの、そういう訳もらって。 まだね昭和30年の頃ですからね帝徳もあのいわゆるこの出てくるようなね、うん、人たちもそれから将軍もですねたくさん生きてたんですよ<ー>その人たちにこう、えー、会いに行って取材をして、うん、伊藤さんにこう取材原稿を書いてですね<ー>お,お渡ししてたんですねところがね行ってその話を聞いてますとねこ向こうがねあの一生懸命喋ってくれる人がいるんですが、うんうん、伊藤さんで持って行きますと伊藤さんが。 これ半藤君、違うよと、この人はこんな時こんなとこにいないんだよと、というようなこともですね、さも自分がやったような顔をして喋るんですよ。るからええ。相当僕はね、伊藤さんに言われて、相当これ、私、勉強していかないと、思いのままにされちゃう思いのままにされちゃうと。取材っていうのは、これ、私の方に相当の知識があってですね、そうしないとできない。そうしないとできないっていうことはほらばっかり吹く。え、ほらばっかり吹かれてですね、それで、ばっかり言われてですね、それで、 これは勉強しなきゃいけないっいうん、ね、で、まだ昭和30年頃はですね、戦争嫌いで、みんな日本人が戦争だもやでやで、はい、で,ですから、えー、なんて言いますか、もう本当に皆さんが平和平和ですから、私はいいことなんですけども、はい、その時で私は戦争を勉強しているもんですから、ね、はい、お前は変な男だねと、なるほどお前は大体あの、名前が半導って言うんだけども、半導、うん、分子だねって言うんですよね。えー <laughs> 反動分子反動反動分子って言ったら結構きついレッてるじゃないきついレッてるでしたよ反動分子だねと言われたぐらいですね変人扱いされたんですけどもでも今になると今は皆さんがもう一生懸命みんなあの昭和史のこととか台風戦争とか戦後の日本昭和史のことはあんまり学校の教科書の教えませんよね教えてないんですよね終わっちゃいますもんね現代史で入るとこまで行かないでそうなんですよねやっぱりその戦後の昭和二十年 から、はい、これ以降、あ20年前の戦争の末期から、このことは知らなくちゃいけないことなんと私は思いましたけどね、でもまだ私もね、その頃はそんなに出してたかったらそんな知らなかったですよね、<ー>でもよくね、私、実は東京の3月、うん、昭和20年3月10日の東京大空襲、下町ですね、はいはい、あそこで私の家やられまして、はい、私自身があの火に追われて、うあの川へ落っこってて。 危な何歳のといですかんです何歳ですね、15歳ですね、14歳ですね、まもなく15になるところです死ぬ思いしたことがあったんで、よく人ね好意的に解釈してくれて、あの思いがあったんで、安藤さんは勉強したんでしょうねって言うんですが、そうじゃないですね、その時はそう思わなかったですから、助かった、助かったぐらいで、むしろやっと助かってよかったと言いでね、そのうちにいろんな方とお会いして、そンでいろんな方とお会いしていくうちに、 これはやっぱりきちんと歴史を残してちゃんと残さないと特に負けた話ですから皆さんごまかしてくるだろうとだから本当にきちっと歴史残しておいた方が将来の日本の明日の日本のためにはなるんじゃないかと思い出しましてそれからずっとわかりましたお書きになってるんですけど半藤さんはあの 40年ずつに何かの区切りがあって、時代がこういうふうにこう反転していったり、ずれていったりするんじゃないかっていうふうに思ってらっしゃる、はえー、今は安藤さんに計算してちょっとあの私の計算、計算計算変な計算ですが、<laughs> はい、戦後だけでちょっと言いますと、はい、昭和26年までは、はい、占領ですから、してませんね、はい、だから27年から戦後日本というのを私たちは作り出したと。はい それで一生懸命作ったと。はい、で、それが、その、初めは文化国家を作ろうとしたんですよね。はい、豊かな平和な文化国家を。はい、とか、途中からやっぱり増えなきゃダメだというんで、経済大国を目指したんですね、国家目標を。はいはい、ですから国、国家目標を経済大国に目指して、一生懸命にやってきて、それ、うん、で完成したのがですね、うんえー、ちょうど40年。 立ったところなんですよ。なるほど。それでそれがちょうどに二十七年昭和二十七年から四十年経つと千九百九十二年なんですが、はい、ちょっとバブルがじける時なんですね。うん、うわあここは四十年目。えー、それは四十年目なんですよ。はい、ということはねその四十年。 その戦後だけを考えても40年間で、あの戦後日本というもの、こんだけ繁栄をですね、あの国家を作ったと。それが40年なんですよ。で、バブルが崩壊して。崩壊して、今ですね。今何年目ですか今20年ぐらい。20年経たないですね。16、7年ですね。16、7年ですね。はい。この今、その後半の40年に差し掛かってこの40年は、 いい方に傾いてるんですか悪い方に傾いてるんですです。ここはあの、日本人の問題だと。それこそこれからの、うんあ、皆さんの問題だと思いますよね。うん、私たち老人じゃなくて、うんはい、あの、若いこの、えー、ね。<laughs> でも、さなでここに来てんすよ。でも、ここにですここに来て憲法改正ですとか、諸外国との付き合いがとっても難しくなっておりまして、え,え,え、半藤さんは憲法第9条を、我々<え>はこのまま守った方がいいんじゃないかというお考えですよね。です。 でそでもうたくさんいますね、はい、どうしてその救条は守った方がいいというふうにお考えになってるんですかこれもあの、あ、うん、今ちょっと申しましたけれども、<あ>国家というのは、ですね、はい、ある一つの基軸があって、みんな国民がそ一緒の気持ちを一緒にできる軸があってです、ね、はい、そしてさらに国家目標というのははっきり、何であるかということが、えー、か明確であって、うん、そこで。 みんなが一生懸命働いたりのすればですね、国家ってだから守られるんですよ、きちっとね。うん、その前の20年は、その所属、40年所属倍増計画とか、ね、ええ、そういうのがあってその時の基軸はですね、うんうん、平和憲法なんですよ。つまり、日本人の、あのその戦後の基軸は、明らかに平和憲法だったんですよ。はい、それで平和な、豊かな国家ということだったですね。でで 今の話の経済大国と言い方悪いんですが、繁栄な社国家を作ろうという国家目標でやってたんですね、それがバブル崩壊で弾けた後国家目標を失ったんですよ、なんとなしにですね、そしてさらに基軸もですね変えようというんですよね、つまり、前の時代のいわゆる 憲憲法法をを変変ええて新しいにするととうここは基軸よ前の時代は戦争があって、みんな戦争に勝った負けたじゃなくて、戦争が終わってよかったと。そっから始まった。そっから始まった基軸ですよね、つまり。あの平和憲法の基軸。はいはいはい。その基軸があって、私たは勝手にここま来たんですよ。それを変えて、じゃあどういう国家を作ろうとしてるのかということが、全然明確じゃないじゃないですか。私たどこ行こうとしてるのか。 それで憲法を変えて、軍隊を、強い軍隊を作れば、なんかなるなろというですね、うん、このな格好のいい言葉とかですね、うん、意味のないような美しい言葉とかですね、うん、そういうのは意味ないんですよ。はい、なるほど。本当の大事なのは何かということをきちっとあの決,める決める、それは何かというと、うん、国家目標ということをはっきり立てなきゃいけないですよね。なるほどだから、基軸というものは何にするのかということを、もう一遍私、日本人は。 っと考えないんですよ、うんうん、先生、よくあの今の世の中の空気が昭和6年とか事変の頃の空気にすごく似てるって書いてらっしゃるじゃないですかこれまでまであの昭和7、8、90、まあ、6、7、8、90でもいいですが、うん、この頃のあのあ国家、日本の国っていうのは、ですね、はい、これ、簡単に言いますと、もう簡単に言っちゃいます、うん、教育というのを変えたんですよ、咲いた咲いた桜が咲いた、進め進め、兵隊進めに、うん、ちょうど昭和8年ですがね。 情報に対する管理、上からの管理って言います、うん、そういうものが非常に強くなってきて、うん、情報、あの、言論の自由、まあ、いううね、言い方するとなんか嫌がる人もいますけれども。うん、だからそれは、その当時に変わったと。今,今,今,今、そのに非常に強くなったんですね。うん、で、現在だってですね、うんうん、なんかやたらに、ね、うん、放送とかなんかに、 うるさくなってるじゃないですか。んとか保持法案とか,案とかね。法務省が割とね、口を出すよ、ね、うなそういう形で,で、ね、教育まで教育。もちろん教育もですね。さらに言えばですね、はいえー、全体の,そのなんか、あの庶民,市民、私の生活に対する抑圧が増えてきてるんですよ、はい。なるほど。共謀罪とかですね、うんそれからあの、えー、まず個人情報なんとか本もそうですか、はい、それからその次はですね、すはい、国民の中になんとなし、 ナナショナリズムと言いますか、うん、愛国心ですね、愛国ナショナリズムという、こういうものが強くなってきてる、でさらに言えばです、ねはい、テロなんですよ、テ<ロ>が始まるんですよ、この後この後、この後始まっちまえば、同じなんですよ、ね、同じになると、えー、昭和の初期の動きと同じ,同じになるんじゃないかと。 気をつけたと警鐘を鳴らした方がいいぞといいと思うんですねありがとうございましたもうお話伺いたいんですけど時間がいっぱいもうだめなんですよいっぱいになってしまいました先生のお書きになった五本は「21世紀への伝言」「名言に見日本と世界100円」とこれをぜひ皆様定価二千七2762円プラス税でただいま本屋さん並んでおります ぜひ、あの、お読みいただきたい。はい。成績はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。